さて。暴いてやる。また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。さて、正体を見せろ。さて、
ヤンドラ。あ、ハンターがダウン。大丈夫？オッケー。ハンターが復帰したから。反撃開始。まだって。どうしたんだ。しびれて動きが悪くなってる。くたばれ。奪え。ヤンズパンサーが華麗に回復なら。パンサーだ。ヤンズだ。オッケー。パンサーが復帰したから反撃開始。おりゃ。どうした。ベルトマ。ビビってんのか。ぶっこめ。やるよ。スピードアップ。テクトリーバーすませようぜ。やっといただいていく。デルトラ覚悟しなさい。引くなら。無駄だ。さすがジョーカー。カミットエラ切れたから。ペルソナが新技を覚えたみたい。おう、帰ったか。
searching all along. Can face it. さあ、着いたな。ここからどうするんだ。暴いてやる。
せるぞ。ヨハンナ敵ドンクイーン行けけセルソナさて、ふん、俺の敵じゃねえぜ。正体を見せろ。炎上してる敵がいる。疾風の攻撃を当てれば大ダメージよ。敵が感電してる。電磁攻撃が有効だけど、感電の電線には気をつけて。みんなお疲れ様。一歩前進だ。よし、それ宝箱だ。お楽しみの時。お？どうやら。よしよ、書くか。もっ、よし。
に座ってるの、そうじゃない？テレビ局社長ってやつだよね。紹介状を出す相手は番組スポンサーになってくれる企業の重役。厳しい条件ね。力ずくで奪うか。私に行かせて。マジか。でもよ、ノワール行ってこい。我が輩が許可する。はい先輩。紹介状、君はどう見ても子供だが。私は奥村フーズの社長の娘、奥村春。スポンサーもしていたはずです。君が。確かに奥村社長には世話になった。景気よく出してくれたしね。でもちょっと調子に乗りすぎてしまったね。ブラック系の件、指導先生に頼まれてできる限り擁護していたんだよ。偽物のエキストラまで使ったんだが、さすがに限界があったからな。指導先生にまで傷が及びそうだったので、近々切ると話をされた。切る。まあ船を降りてもらうだけでなく、怪盗団をはめるためにも使ったみたいだな。さすが指導様だ。えぐいえぐい。紹介状くださいませんか。我が社が立ち直った際にはスポンサーとして協力するよう計らいます。死んだ社長の娘にそんな権力があるのかい。従業員からの恨みはありそうだがね。まあいいか。君のお父さんに恩があるからな。娘に恩返しだ。ありがとうございます。しかしお父さんはバカだね。おとなしく言われたことだけしてれば優雅に暮らせたのに。あのね、廃人化の瞬間を放送したのうちなんだよ。あれ超高視聴率だったの。やめてください。え？人の親の死を何だと思ってるの。それがうちの勝負。お、なんなら君のドキュメントでも撮ろうか。父の君可愛いから数字取れるかも。絶対許さない。お父様に謝れ。助けに行くぞ。Yeah.
まさかリーダーが自殺だなんてね。明智くんはこの展開想像してた？さすがにそこまでは。ですけど、あれだけの騒ぎを起こした首謀者ですからね。検挙されてしまってプライドが傷ついた、過去にもそんな事例ありますしね。警察の調べによりますと、他のメンバーの足取りは今も不明とのことです。リーダーの供述が得られなくなったことで捜査は難航するとの見解を。ちょっといいですか？どうぞ。あれ以降、怪盗団は鳴りを潜めていますが、奴らは許されてはいけない。彼らの毒牙にかかり命を奪われた被害者、そしてご遺族、関係者の方々のため、僕は命を狙われたっていい。かな、すみません、勝手に熱くなっちゃって。さすが正義の名探偵、熱いね。じゃあせっかくなんで聞いちゃおっかな。正義の探偵が怪盗団を壊滅させると思う方。会場全員。これは後に引けなくなったね。精一杯頑張ります。あ、でも受験勉強もあるんで、もしかしたらってことも。僕が望まれない子供だったなんて、こいつらずっと人から頼られたかった。学業に励み、優等生を演じ、正義の名探偵として、そして神の意志で授けられたようなナビとペルソナのおかげで、邪魔者たちをこの手、それもようやく。あとはあの人に告げるだけだ。しかしまさかのリーダー自殺。せっかく逮捕したのにとか思わなかった？私ならショックで寝込んじゃうかも。そうですね、軽くめまいがしました。フラット、大仕事で精神が高ぶってたのかもしれませんね。ちょっと誰ですか？電源切って、対等に改心されちゃいますよ。携帯？あ、ほら、明智くんの顔もこわばっちゃった。あ、僕は構いませんが、映画館では絶対オフで。
氷結は向こうよ。弱い敵だけど油断しないで。次こそは。さて、正体を見せろ。勘弁してくれよ。不意打ち成功。これで負けたら勝負ないからな。食らいなさい。止めきれなかったか。炎上してる敵がいる。自分の攻撃を当てれば大ダメージよ。いい攻撃だ。ホルヘイホルダー。イヤホン。あ、立ち直っちゃったか。油断禁物だぞ。いいけど。相変わらずすげえ力だな、ジョーカー。さて、正体を見せろ。こっちが有利だ。焦る。強い上に耐性持ちね。
氷結は厳禁よ。やるなら人を得に取るわ。弱すぎて相手にならなあ、あれなんだ？正体を見せろ。裏に回る。
体を見せろ。破壊する道が、こっちが有利だ。焦るなよ。私の怒りを思い知る。僕もガスだからね。いけよし。正体を見せろ。敵が感電してる。近接攻撃は有効だけど、感電の電線には気をつけて。デコリーヨン、やったー。敵全滅、最終お疲れ。イエーイ。みんなお疲れさんだ。鍵がかかってるみたい。他の道を探すしかないね。暴いてやる。さて、よ、オーケー、正体を見せろ。ここで手こずってられない。オッケー、先を急ごう。さて、
てやる。正体を見せろ。不意打ち成功。これで負けたら承知しないからな。くらいなさい。ガチだかんね。正体を見せろ。よし、シャドウ撃破。ちょっと、はあ、鍵がかかってるみたい。ここは後回しにしよっか。
暴いてやる。さて、感じる。なんかあるぞ。
しかして近くにセーフルームがあるかも。ここ落ち着く。座って休もう。やるか。よし、つけておこう。
ジョーカー、調べよう。暴いてやる。注意して、ジオン属性はダメよ。来い、奪え。おう、ジョーカー。フリーズ。これで敵は倒せるぞ。引くだろ。やべ、暴いてやる。何をされてんだ。チャンスだ。ここはペルソナです。私の怒りを思い知る。クイーン、もうしっかりね。ライディ、くらいなよ。ペルソナー、いい加減言っちまえよ。向こうの方が戦力が上よ。無理はしないで。ペルソナー、いただいていく。さすがクイーンだな。僕もここまでか。こんなこともあろうかと。あ、サンキュー。まだこれ足りねえってか。ペルソナー、しっかりしろ。奪え。こうやって動けない。決まった。すげえ、華麗だな。さあ、僕が今の感覚を忘れないようにね。みんなお疲れさんだ。さて、暴いてやる。ひどいやつらだね。クイーンって言うの。これで負けたら承知しないからな。命拾いしたわね。ペルソナー、聖戦、再生、しっかり、まだいける。よろしく。次いくな。ペルソナー、いただいていく。ジョーカー、敵を撃破。さすが、ペルソナー。ナイス、ジョーカー。弱点にヒットだ。そこか。さて。
おっと、こりゃ向こう側からか。鍵かかってんな。暴いてやる。こっちが有利だ。焦るなよ。テレソナ。容赦ない。僕はここまでか。遅いんだよ。ここは穏便に来い。いただいていく。外した。ジョーカーどうした？感覚を忘れないようにね。みんなお疲れ様。鍵がかかってるみたい。他の道。金みてえだな。鍵は反対。暴いてやる。こっちが有利だ。
焦るな。そこか。外した。もう波動か。よし。やるな。
それで行こう。その
安全地帯で息抜きね。囚人さあ合体です。強力な力を持っているな。なるほど、これは強いペルソナです。可もなく不可もなくといったところですか。なるほど、これは強いペルソナです。強力な力を持っているな。なるほど、これは強いペルソナです。すぐ技能を選びなさい。なるほど、これは強いペルソナです。継承するスキルを選ぶのだ、囚人。
大きな力を授かって生まれてくるだろう。生まれ変わるといい。よし。終わりですか。せいぜいあがけよ。集まったな。よし、行こっか。準備はいい？仕事の時間よ。よし、とりあえずここまで来たな。やるか。